皆さんこんにちは、ラビです。はい、はい、前回ね、CD 紹介を5枚させてもらったんですけど、まあ、今回はその続きから、紹介していきたいなと思います、うん、あ、いいですね、はい、CD を紹介したいんですね、僕は。はい、やはりいっぱい CD 作ってるから。そうです、喋っちゃうんですけど、いや、まあ、私たちは、もともとはその自分たちで作った曲をライブで披露して、まあ、いつも2人で、CD も自分たちで全部作ってるんですけど、それをライブ会場で無料で配布してて、でたくさんの人にね、ナビーの曲を聴いてもらって、それでいっぱいなんかこう知ってもらって、まあ、1曲でも、好きになってもらえる曲があったらいいなっていうことで、まあ、CD 制作を中心に活動してるわけなんですけども、まあ、その中でも、ナビーの、CD は結構枚数あるのでこの機会に、せっかくなので、初期から、最新の CD まで、一気に紹介していきたいなと思って配信しようかなという感じで始まりました。お、今回で第2回です。では、前回の続きから紹介していきたいなと思います。じゃあ、6枚目のCD になります。はい、お、お、お、何ですか、なんかお、結構カッコつけてますね。カッコつけてるね、カッコつけてるね。これは、はい、これミュージックオンザタイムっていうタイトルですね。はい、アルバムですね、これね。アルバムだけど、これはまあほぼっていうか1曲以外は全部カバーです。あ、そうなんですね。あ、そっか。これはカバーアルバムになりまして、まあ、全部で8曲入ってるんですけども、まあ、最後の8曲目だけ私たちラビーの曲で、あとの7曲は全部、カバーです。ボーイズ、ビーズさん、TM レボリューションさん、でマイケル・ジャクソンさん、水木奈々さん、木村京介さん、デランジェさん、なんというか、すごいなんかこう統一感ないなぁ、ごちゃまぜな感じの、はい、まあ、カバーアルバムとなってましたね、この当時は。まあ、曲のチョイスも、まあ、まあ、一応2人でこう考えて選んだわけなんですけど、どうですかね。いや、これなんでこの曲になったかって感じだね。確かなんかこの2人でそれぞれ、うん、なんかこのアーティストさんのこの曲をやりたいみたいな、なんかアーティストさんと、うん、その中でやるんだったらこの曲みたいなのを紙に書いて、で一斉の背で出した時に被ってたやつとかはもうそのまま採用して、であとは被ってない時はどっちかの意見とかを、うん、まあ尊重して、多分選曲したのがこれです。なんかもうすごい人分断に言ってるけど、そうだったんだ。そうだよ。結構でも被ってたはず。確か。まあまあまあ、その当時はそんな感じで確か選曲してましたね。なんでカバーアルバムだったんですね。まあライブで結局その自分たちの曲もだけど、うん、まあなんだろう、少しでもこう、ラビーっていう存在をなんか知ってもらうために何かカバーやりたいねってなって、うん、でその中でカバー何やるみたいな感じの時に結局その、うんうん、何曲かカバーも、やってたんだけど、せっかくだったらカバーアルバムも出したいねみたいな感じになって、多分それでこれが、なるほどね、制作したですね。まあ、YouTube とかで結構私たちカバーやってて、まあ、意外とカバーの方が皆さん見てくれてるみたいなんですけど、ありがとうございます。みんなそれぞれ
音楽の好みだったりとかそういうのは違うから、まあその中でね、うん、ナビも、まあ、いろんなジャンル好きだったりするのでまあそんな感じでこのアルバムをこうまとめたって感じですかね。カバーアルバムをまとめたっていう感じ。そうなんですね、うん。まあ、最後のそのナビの、ね、曲で、まあ、Always I Love You って曲あるんですけど、まあ、これは結構ライブで出ましたね、うん、そうだね、本当に結構古いからね。なんかこれは2015バージョンですからね。はい、こんな感じで。しかもタイトルもね、意味が、意味っていうかこれ自分の中でミュージックビヨンズとタイムなんですけど、なんか音楽が聴き遅れて、時代がね、移り変わっても音楽が大きい、そういう意味を込めたっていう記憶がある、はい、でラビーのこともね、残っていけばいいなみたいな、うん、なるほど、はい、まずこれは、はい、この感じ、これが2015年の5月16日にでした。はい。こんな感じですね。はい、そして、はい。次ですか。来ましたよ。次。これはもうラビーと言ったらお決まりの定番曲になりました。ええ、いきますよ。はい、皆さん。じゃーん。はい。有言実行です。イエーイ。これね、これはもうね、うちらラビーの中ラビーと言ったらこれしかないでしょっていう、多分、うん、一部のファンの方もそう思ってるはず。ラビーといえばこんな感じですね。はいはい、はい、これは4曲入りですね。さっきのラッキー4曲入りアルバムってあれ、こっちは4曲入りでシングルなんですね。まあまあ言い方、まあじゃあシングル、まあ俺の曲はね、ちょっとこの曲はいろいろありますよ、それはエピソードありますよ。なんでこうなったかっていうところもあるし ね、このなんかジャケットのこの雰囲気というのになんか見覚えあるなみたいな、ちょっといや雰囲気、まあいいよ、それはまあ後で、うん、そもそもはこの有言実行ってタイトルから作ったっていう曲で、なんか当時ディーンさんの有頂天っていう CM があって、まあ、漢字3文字で、ね、有頂天でしょ、かっこいいなと思うんですよね。それで漢字でなんかタイトル作りたいな、かっこいいですね。そう、うん、たまたま自分の思いついたのが、その前にちょっとあったの、え、実は、うん、いや違う、四字熟語にしようみたいな話があって、なんかかっこいい四字熟語にしようみたいな、うん、それでなんかこう何個かこうリストを上げていって、うん、その中でビッときたのが四字熟語。なるほど、そうですか、そうですね、うん、四字熟語にしようみたいな、うん、ビーズさんが言ってたからラビーは四字熟語にしようっていう、うん、感じで、確かこれでタイトルが来たの、うん、これはタイトルからできた曲です。この当時とビーズさんがそういう感じの曲を作ったっていうことは知ったんだけど、自分の中でその有言実行の曲を、なんまあ俺が作ったんだけど、なんかね、こうイメージ的にはリフがかっこよくて、ここにこうメロディーがこう絡まっていくっていうか、割とこうメロディーがこれ、有言実行とこうメロディーが起きていくんだけど、リフのメロディーはこうダラダラダラってちょっと上に上がっていく感じの、ちょっとこう交差するような感じでかっこよく仕事ってたとか、で割とこうリフがリフでもちょっとメロディーっぽいリフだったんで、まあ、例えばボーイさんのマリオネットとか、なんかそういったのも意識したなってなったかもしれないけど、かっこいい、なんかギター弾いてて楽しいような曲
曲もあってもいいかなと思って、そういうことを意識してあるかな。まとまりがありませんが、まあ、ユミジコはもう本当に今でも、まあ、ライブの定番の結構ずっと歌ってるね、うん、一番やったね、一番やったね。最近ちょっとやってないけど、前もかなりね、毎回これやってました、はい、毎回やってました、毎回やってましたで、ラビーといえばこの曲って一番やってました、はい、はい、で、ライブだとコール&レスポンスなんですけど、まあ、どこ手の振りとかがあって、それをライブの時にお客さんと一緒になんかこうウォーウォーっていう一緒にやるのがすごい楽しくて、まあ結構ライブだと盛り上がる曲になってます、うん、はい、これは、はい、2015年の8月9日ですね、確かに花巻のウィーハドーボン祭で配布したのかな、それが一発目だったでしょうね、うん、はい、そんな感じですね、はい、はい、有言実行、そう、有言実行ですね、実は、あ、実は有言実行に別バージョンがありまして、はい、お、出ました、何ですかこれは、これね、有言実行のカセットテープでして、お、ここかはい、ね、カセットテープ、はいはい、カセットテープ、俺がね結構カセットテープ好きでね、うん、あのカセットテープで出したいなと、リリースしたいな、うん、でそんなね、なんかこう欲求がずっとあって、なんかカセットテープってなかなか売ってないんで、うん、なんか自分らでこう生テープ買ってラビングするのもいいんだろうけど、まあ、どうしたらあのかっこいい作りたいなと思って、いろいろサイト調べたら、こういうカセットテープ作れるね、プロデューサーさんいるんですよ。で、デザインとかそういうの発注して作りました。これに、これはまあ2017年に作ったカセットなんですけど、まあ、これだけね、有言実行を押してきたかったんですよ。押してきたかった。はい、しかもこれ、なんだろう、この有言実行の、カセットは、サイド A、サイド B ってあるんですけど、うん、こっちにしか、入ってない曲があるんですよね、1曲だけ、これも、まあ、ボイスっていう曲が入ってるんですけど、うん、これも結構ライブの、ラストに、うんうん、この当時っていうか、まあ、作った頃かな、うん、まあ、結構ラストにボイスをやってましたね、結構やってたね、まあ、ボイスでやり始めたのはこの有言実行を出してから、うん、まあ、2年後にはなるんだけど、うんうん、まあ、このカセットテープ出したあたりに、まあ、ボイスがやり始めたっていうところは、うん、それはまたあの2017年の勝利でしゃべります、はいしっかりやります、はいはい、有言実行でしょ、はい、いいところででした。 PV もあるんで、あの YouTube のチャンネル見てもらえればありますので、はいはい、では次、これ次に、はいはい、はい、次はこちらです。アイアンウルフ、久しぶりですね、アイアンウルフね、アイアンウルフ久しぶりですね、はい、黙っちゃったよ黙っちゃったよ、はい、久しぶりだな、この曲なんか、うん、確かにライブで本当に何回かしかやってないね、うん、かなりレアな、これ2015年の9月、さっきの有言実行が8月、結構僕もすごいなんか短いスパンでしたね、短かったね、あれですよ、有言実行とはまた別な感じで、これかなり何ロックって言ったの、かなりゴリゴリしてますよ、うん、ギターが結構
すごい時期ですね。雪だったりとか、うん、全然こうポップじゃない。全然ポップじゃないね、うん、ポップじゃないんですよ全然。有限地区は割とメロディーもポップなんですけど、うん、アイアンウルフは本当なんかアイアンウルフっていうタイトルがなんか物語ってるようにかなりゴリゴリしてるんですよこれ、うん、でほとんどうちらもあの演奏は難しい曲なんで、なんか一時期ちょっとだけやって再現できない。ああ、だからもうやってないですやってないですって感じ。だからなんかこの曲はすごいあんまり記憶にないって言ったからだけど、はい、これは2曲ですね。はい、はい、こんな雑談ちょっとありがとうこれアイアンウルフかっこいいんだけどね、自分は気に入ってるんだけど、なかなかこの曲って再現ができないんで、うん、そういった意味ではちょっとあのもしかするともう少ししたらやれるかな、いつかやる、あんまりいいと思う。はいはいはい、はい、じゃあこれついに出ました。はい、じゃじゃーん、ベスト版です、うん、はい、ラビーの2012年から2015年までの、曲の中で、厳選して、まあ、14、うん、あでもこれボーナストラックがあるから実質12、うん、実質12曲入りで、まあアルバムの少し濡れた髪が、これあのベスト版を作りたかったっていうかは確かあの、まあ、うちはこの通りいっぱい CD を作ってきてるんで、そのライブで、まあ、無料配布してるわけですよ、うちらって。で種類がいっぱいあるんで並びきれないじゃないですか。でなんかライブでやる曲も CD1 枚から1曲しかなかったりとか、それがこういろんな枚数なんだ CD にもうこう渡って入ってるので、なんかライブでやる曲をちょっと1枚にまとめとこうが、あのお客さんももっと帰って聴いて、ああこの曲ってライブだって曲だよなっていう風に、まあ、思ってもらいやすいようなそんな CD あるといいよねって言ったんだな。そんなことで作っちゃった。本当に結構これライブでそうそうやってる曲だね、うん、だから、ね、ベスト版を出すにはちょっと早いかなと思ったんだけど、うん、まあ、ベスト版っていうよりはどちらかというとライブ版みたいな、うん、ライブをこれで復習予習できちゃうぞみたいな、そんな、なんかノリで作ったっていう、うん、なので、まあ、新曲はそんなにないんだけど、まあ、ちょっと俺の中でこのねCD の中で一番の思い入れがあるけど、やっぱり300のフェイス、あまず、うん、フェイスっていう曲があって、これはかなり思い入れと言いますか、まあ自分がですね高校生の頃に作った曲でして、16ぐらいの時かフェイスっていう曲を、あの作詞作曲コンピューターじゃ昔死んでくるので、まあ、それが作ったんですけど、それをね、やっとラビーで日の目が浴びたということで、はい、作詞作曲して20年経ってね、やっとあの皆さんの前にご披露できたっていう感じの曲になってます。思い出はですね、これもかなりポップ、結構ポップだね。あやつさん、可愛い。いやそんなことないです。 YouTube もよかったかな。あ、ありますね、うん、あるね。じゃあそちらを見てください。はい、そんなわけで、はい、今回は CD4 枚と、うん、カセットテープの紹介をしました。はい、はい、じゃん、こんな感じですかね。いやはい、はい、
結構ね、枚数結構出しますね。出してますね、ね、はい。でも実はまだあるんですよ。まだあるんですね。まだありますが、それは、はい、次回のお楽しみということで、はい、今回は、キャリーの CD4 枚とカセットテープ1枚の紹介でした。はい、はい、では次回もお楽しみに。またねー。